屋台からスタートした初代の意思を受け継ぎ、大衆価格で美味しい天ぷらを提供している江戸川乱歩が愛した江戸前の穴子天、存分に味わってみようじゃないですか。昭和6年創業、昭和20年代に入ると毎月27日には店舗の2階で伊伏政次、江戸川乱歩、吉川英治らの西地会が開かれ、多くの文豪たちに愛された。今でも多くの著名人が通うという、美味しい天ぷらを大衆価格でという初代青木虎吉氏の意思を受け継ぐ3代目青木正弘氏。お客さんはもちろんのこと、従業員にも気さくに声をかけ、淡々と天ぷらを揚げていく。神保町の開発という波を乗り越えながら一軒家で営業を続けられている。そのことにも頭が下がる。老舗の天ぷらと聞くと敷居が高く感じられるが、いやいや、そんなことはなく、お一人様でも気楽に入れるのが嬉しいじゃないですか。さて、江戸川乱歩がこよなく愛したという穴子エビ天丼からいただこう。名物穴子エビ天丼。天ぷらにちょうどいいサイズの穴子を毎朝仕入れてくるのだそうな。まずは手前のエビをいただく。これがプリプリでミディアムレア程度の加減だろうか。2本あるのも嬉しい。細身だが口にした瞬間に声が漏れる。野菜の天ぷらはピーマンとレンコン。ピーマンはしっとりとサクッと、レンコンはしっかりとした歯ごたえと甘み、ホクホク感が美味しすぎる。いよいよ全貌を表した穴子天。全長25センチはある大物。箸でつまもうとしてもずっしりと重くて持ち上げられない。衣はサクサク、中は穴子の味を存分に味わえるジューシーな仕上がり。これでもかと迫りくる穴子に天丼のタレを追加して迎え撃つ。満足の一品。ささがきされたごぼうと生姜のおしんこ、さっぱりと甘酸っぱく癖になる。丼ではなく天ぷらとご飯を分けて楽しみたかったら天ぷら定食。天丼とは違い、衣の香りが際立つ気がする。山盛りの天ぷらが嬉しくなる。天丼は美味しいし手軽にサクッと食べられるのが魅力だが、天ぷら定食で少し落ち着いていただくのもたまにはいい。天つゆの加減もちょうどいい。大根おろしとすりおろした生姜が愛おしい。バランスがいいなぁと感じる。お米は国内産のコシヒカリにこだわっているそうな。しっかりとした噛み応えが食欲を誘発する。今更だが天ぷらにはご飯の甘みがよく合う。そして箸休め的にいただけるのが出汁の効いたおふとわかめの味噌汁。まずはエビ天からいただく。このプリッとした食感に声が出そうになる。野菜天はレンコンから、このしっかりした固めのホクホク感がうまい。そしてピーマンの甘さとジューシーさに驚いて、一口ではなく二口で。毎朝豊洲から仕入れられる魚介類、イカの程よいコリッとした食感がいい。江戸前の醍醐味の一つがキス。キスをいただきたかったら天ぷら定食。この魚の独特のわずかな苦味が天ぷらにはよく合う。あふれ出る味に納得。天ぷらに色味を添えるのがナス。これも柔らかくジューシーでうまい。野菜店の締めにいただくのはやっぱりかぼちゃ。デザート代わりの甘さ。鉢巻きのもう一つの魅力が山盛りの野菜天丼。乗っている野菜は約8品。時期によって数が少し変わるのかもしれない。野菜はさつまいも、れんこん、なす、ピーマン、かぼちゃの5種類から選ばれる。この日はなすが2つ、れんこんが2つ、かぼちゃが2つ、ピーマンとさつまいもが1つずつの計8つ。タレの染みた野菜天のうまさはまた格別になる。
野菜天丼には山盛りのおしんこを乗せていただく。わずかな甘酸っぱさとタレと野菜天の甘さがいい塩梅で絡んでちょうどいい。カウンターに座って聞こえる天ぷらが揚がる音がとてもいい。そしてもう一つ聞こえてくるのが調理場で店員さんたちが出し合う指示。この言葉遣いがとても丁寧なのがまたいい。出された天ぷらをまっすぐに気持ちよく味わうことができる。文豪たちの愛した味をかみしめながらこの本の町神保町に思いを馳せる。高級トウモロコシ油と高級ごま油を秘伝の調合で使用しているそうだが、この香りが食欲をそそる。また古書街で素敵な本に出会えたら帰りにフラッと寄らせていただきます。